今年の夏は連日の猛暑日。台風が過ぎ去った8月中旬のこと。ご家族からの提案で、久しぶりにご主人のお墓参りに行くことになったご入居者の一日を紹介します。地震がなかったもんですからね、私の方から言わなかったんですけど、突然家族が言い出して、まあまあ、じいじのお墓に生まれに行くっていう、なんか問いから始まって。小さい時から可愛がってきたお孫さんたちも今日は一緒です。ゆうちゃんいつか孫がいますのでね、その子が全部やってくれました夏休みね、うん、いや、ばあばここまで下ろしてトイレするからねっつったら、いやどうだろうと思ったら、来て やってくれましたね。まあ、ゆうちゃん平気っつったら、うん、ならでしょ。だって、さんざんおばあちゃんにあれに私たち世話になってやったんだから、へっきっつってちゃんとやってくれて、うん、全部やってくれて、ほんと嬉しかったです。ほんとになんかね、二人とも、うん、優しいの、うん、まあ未だにばあばだけどね、優しい母で、何でも一生懸命やってくれましたね。私たちのことをいろいろ、うん、本当に親身になったりしてくれましたし、うん、まあ、孫が、まあ、もう娘29歳になりますけど、生まれた時とかもすごく喜んでくれて、でもう横浜に越したんですけれども、しょっちゅう来てくれて、そういう、うん、とにかく何でもこう本当に自分が一生懸命やるっていう感じの母ですね、うん、ご無沙汰しております。連れてきてもらいましたよ。ごめんね、長く来なくてね。でも見た通り元気です。安心してください。もう少しみんなと一緒にいます。今日来れて本当嬉しかったです。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。サルスベリが綺麗よ。サルスベリね、うん、すごい綺麗。自然豊かな西多摩の地に縁があり、家を建てることになったのですが、私はちょっと反対したんだけど、うちができればいいわと思って。一番最初は荻窪に結婚した頃はいまして、プリンス自動車、うん、そこに入ったんですよね。そんで長女が生まれて、そしたらプリンス自動車が日産自動車と合併して、村山工場って大きいの建てたんですよね。電気技師だったもんですからね、電気のお仕事でずっとやってきて、それからそこにずっといたんです、村山にね。だからその間、それから小金井に移って、それからこっちへ来たんです。だんだんこういうふうに村山に近い方にね、村前より遠くなっちゃいましたけどね、日の出が。でも結果的には私にも子供たちにも後で結果あるんだけど、合ってましたね、ここのなんかあれが。ちょこちょこ喧嘩はしてましたけれども、でも本当は仲のいい両親で、2人ともなんか尊重し合って、うん、あれで本当に、まあ、いい父と母の間に生まれたなと思っています、はい、みんなに応援していただいて本当によく、皆さんのおかげです。皆さんどの方もどの方も来てくるんだよ。でもね、ダメだよ、帰ってこなくちゃって言ってくれるしね。本当、自分の
お家みたい。そう、マネージャーなんか帰ってくるんだよ、行ったきりはダメよ。本当にいい方で、あの方本当にいつも励ましてもらってる。やっぱり毎日心穏やかに何か楽しみを見つけて充実した日々を過ごしてほしいなと思います。